こんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は大変元気にさせていただいております。さてさて、美術展のコーナーです。今回は、受胎告知になります。早速、序文を読み上げます。諸女マリアが、精霊によって、 神の子を見ごもったことを告げられる受胎告知。聖約聖書に出てくる場面で、キリスト教美術の中で最も人気のテーマの一つです。キリスト生誕日は明確に分かっていないものの、12月25日を祝いの日としたため、 そこから9ヶ月遡った3月25日が受胎告知の日とされました。大天使ガブリエルから驚愕の知らせを受けたマリアは最初は驚き戸惑いますがやがて神の意向を受け入れます。各作品の マリアの表情やリアクションから心理的変化のどの部分を描いているのかを考え物語を想像してみてください。マリアのいる場所、大天使ガブリエルの要望、二人の位置関係、その時の二人の会話の様子など、 楽しめる要素が満載です本展ではルネサンス期の作品をメインに15世紀から20世紀の作品34点を時代と様式により全6部に分けて展示いたします。 第一部北方ルネサンス15から16世紀ロヒール・ファン・デル・ウェイデン1440年マリアは黒いですねベッドが真っ赤ですねクッションも。 ガブリエルのマントがえらい細かい装飾ですね。マリアはちょっとうつろげですね。ヤン・ファン・エイク。1434年から1436年。ガブリエルの羽が 虹色 <laughs> なんということだ。そして天井高いこんな家に住んでなかったでしょ、マリアは。どこですか、ここはマリアの家じゃないんですかしかし、これもまたガブリエルのマントの装飾が細かいですね。 ヤンファンエイク、ヘントの祭壇が外装左翼1432年百合の花が出てきましたねマントがというか服装が白いですねヤンファンエイク、ヘントの祭壇が外装右翼 マリアの服装も白いですね。はい。どうでしょうか。こんなして飾られてたようですけれども。こんなして飾られてたようですけれども。なんか全然目線合ってないって感じですね。心通わせていない感じですね。ペトルス・クリスス。 1450年頃この頃にはマリアの服が赤く上着が青いというパターンが出ましたね。ガブリエルの羽ね相変わらず派手で,ですね。 クジャクかって感じですね。ヤンデ・ビア。1520年頃ガブリエル飛んでます。それをマリアは無視。ここでも赤い服に青い上着というパターンですね。 これ告知の文章ですか何なんですかこれねマントがまた細かいですね模様が第2部ルネサンスフィレンツェ派15世紀ロレンツォ・モナコ1410年から 1415年なんかたくさん人が出てきますね上にこれはゼウス様ですかゼウス様ですかねはいまあ色のバランスは全体的に取れてる感じしますね、はい、フラ・アンジェリコ1432年 ここでも赤系の服に青い上着。上着というか布布なの上着なのっていう感じですけれども。ガブリエルのこの髪型、むちゃむちゃ作るの難しそうですね。それが癖っ気なんですかこういう癖っ気なんですかで、上反ってんですかフランシスコ・ザビエルみたいに。そんなわけないですよね。はい。同一目線ですね。けど目は合ってないという。 この微妙な関係。おっと、こっちは目が合ってます。フラ・アンジェリコ、1433年。ここでも赤い服に青い上着ですね。もうさっきから本開いてるのばっかですね。本読んでる途中に来たんですね。これが受代告知の文章ですかもしかして。言霊ですか ここでも髪型がすごいですね、ガブリエル。むちゃむちゃ癖っ気なんですかね巻き毛なんですかねフラ・アンジェリコ。1440年から1442年。ここ全体的に赤系ですね。はい。赤系ですね。 ここはなんか従ってるように見えますね。こう上から目線で、ははーって感じですね。フィリッポ・リッピ、1443年。ここではガブリエルが膝をついて、手をついています。膝に。 上にゼウス様が見えますね。で、光出してますね。光、光出してますよ。ゼウス様から。ゼウス様からの光だったんですね。これはね。光出してます。ガブリエルは告知をしに来ただけで、打退させたのはゼウス様なんですかね。フィリップ・リッピ、1445年。 ちょっとこの二人太りすぎてませんかねここでもガブリエルがひざまずいてますねユリの花持ってますねいいえ受け取らないわみたいな手してますねフィリッポ・リッピ1450年 これも赤い服に青い上着ですね。これもう完全に上着ですね。これ上着ですね。はい。百合の花うん。フィリッポ・リッピ1455年。 これも赤い服に青いマントも、これ定番になっちゃってますね。百合の花も定番。はい。ひざまずいてますね。フィリッポリッピー基本的にひざまずかせてますね。この二人どこ見てんすか目線。目線こっち行ってますよ。この辺見てますよ。ベノッツォ・ゴッツォーリ。 1449年。やっぱり赤い服に青いマントですね。百合の花、本。聖書に書いてあるんですかねもしかしたらこれってね。はい、光出てます。サンドロ・ボティッチェリです。 1495年から1500年、光むっちゃ出てます。そこに駆けつけるようにガブリエル。あーって、あーもう妊娠するって、受胎告知しなきゃーみたいな感じですかどうなんですか赤い服に青いマントですね。第三部、ルネサンス。 ベネツィア派15世紀から16世紀ヤコボ・ベリーニ1444年いや私ベネチアにはまだ行ったことがないんですけれども沈む前に一回来たいんですけれども。 なんか、ベネツィアって感じがしますね。行ったことないくせに。はい。テレビの影響ですかね。アントネロ・ダ・メッシーナ。1476年頃。もう目が真顔。やる気なしって感じですね。 はい、ただ手は何かを拒否しているような感じに見えますね赤い服ですね青いマントですねジョバンニ・ベリーニ1500年ガブレール入ってきた気づいてないって感じですね はい、気づいてない不利ですか何なんですかこれは。ロレンツォ・ロッド1534年これすごい面白いですね。赤い服を着て青いマントということはもちろんこれマリアなんですがこっち向いて「いやいや!」 で拒否の手のポーズ。それに対してガブリエルがこっちを向きなさいみたいな腕。そしてゼウスが何かをやろうとしている感じ。これから受退するんですかねもしかしたら。ねそういう感じですかねどうなんでしょうねはい。 全体的に太ってますね、二人とも。パオロ・ベロネーゼ、1578年。百合の花、赤い服、青い上着。これ構図が僕好きですね。この後ろにあるこれが、こう奥行きを出していて。 好きですね。この、青と赤の対比も。飛んでますよ。びっくりしますよ。飛んでるのに対して。あ、飛んでるって、飛んできた何かが飛んできたみたいな感じで。張りついてるみたいな感じですね。めっちゃ驚いてますね。はい、出会いの瞬間ですね。ティントレット。1582年から。 1587年。あー。これはなんか、なんか、マリアが実際に住んでいた家っぽい感じがしますね。この古臭さが。しかし何ですかこの、このちっちゃい天使の数。私こんなに生まなきゃいけないのって。 豚でもこんなに産まないでしょ、一気にって。まさかみたいな。<laughs> ネズミじゃないんだからみたいな。<laughs> それの怒りですか私こんなことさせられるんですかってそんなことはないわよ。そんな感じですか,なんか敵対視してるように見えますけどね。驚いてますね。手が後ろに行ってますよ。 驚いててまますす逃げようとしてます第4部イタリア北部から中部15世紀から16世紀ジェンティーレ・ダ・ファブリアーノ1419年ここもゼウスの光が来てますね。 はい、赤に青ガブリエルの羽が面白い色してますねこれなんか光を受け止めてる感じですねマリアさんガブリエルはその光が光がこう差し終わるのを待ってる感じがしますねはいこんな手ですもんね ゼウス様がおやりになられていることをただ待っている感じですかね。ピエロ・デラ・フランチスカ1464年。ゼウス様がやっぱり光り出してますね。ガブリエルが。 膝ついてますかで赤に青なんか持ってますね本ですかね本かもしれないですねはいフランチェスコ・デル・コッサ1470年から1472年これ状態いいですねこれ修復したんでしょうね多分ねえ 羽がすごいクジャクっぽくないですかガブリエルの羽がこれやっぱり赤に青なんですねまあ受け入れますみたいな感じの顔なんですかこれはピントリッキオ1501年またゼウス様が光り出してます 光り出しますはいガブリエルは待っているんでしょうかなけど何かやってますね受胎告知も始めちゃってますかマリア様はただただ受け入れてる感じに見えますね、はい、奥行き広いですねまあ確かにこういう土地だったんでしょうねはい 第5部、バロック、16世紀から17世紀。エル・グレコ、1590年。いやー、なんかゲームの写真絵みたいですね。エル・グレコ。さすがエル・グレコですね。いいっすね。この緑と赤と黄色がいいっすね。 かっこいいっすね。これ青にしなかったんですね。かっこいいっすね。エルグレコって感じっすね。はーい。羽もシンプルでいいっすね。かっこいいっすね。まるでガブリエル男みたいな感じに描かれてますね。かっこいいっすね。ミケランジェロメリージダ。 カラバッジオ。1608年。ガブリエルの顔が見えない。マリア様は諦めてる感じ。けどこれなんかシーツに近いような感じの家に見えますけどね。はい。こんな感じだったんでしょうね。多分、住んでるところ。ピエール・パウス・ルーベンス。 1609年もうルーベンスって感じですねもうルーベンスだよって感じですねおら俺がルーベンスだよみたいな感じですねこれ美少年のように見えますねまるで片膝ついてますね <laughs> ガブリエルが完全に下手に出てマリアが 上から見下ろしてますねオラチオ・ジェン・ティレスキ1623年また赤と青が出てきましたね、はい、羽の色が綺麗ですねまるでなんか石膏みたいユリの花もまた出てきましたよ これマリア様うつむいてますね完全にこれ見てませんねこれ見てないですよねこれ見て避けてる感じですねはいヘンドリック・テル・ブルフヘン1624年から1625年 マリア様がちょっと太ってませんか丸顔じゃないですか髪も黒い。実はこれが史実に近かったりして。ねあの地方としては。ねみんな白人に描かれてますけどね、なぜかね。実はこれが実像だったりしてね。はい。おっと、ガブリエルの羽の 生え際が見えました。なんと、ギリギリまで人間の肌と一緒です。はい。こうなってたんです。足汚い、足汚いな <laughs> 第6部。19世紀から20世紀。ダンテ ゲイブリエル・ロセッティ、1850年。狭いベッドですね。そして色がもう真っ白ですね。あと髪長く伸ばしてますね。結ばずにね。この百合の花、絶対受け取らないわっていう名してますね。はい。なんか病院みたいな感じですね。この、これといいね。 家なんでしょうね,これねうわ何これジェームス・ティソ1886年から1896年ガブリエルこれもう悪魔でしょうこれ青い光ブルーレイですよブルーレイブルーレイって最近ですよ <laughs> で、また、マリアの服のボロいこと、これが史実でしょうね。これが史実でしょうよ。ね、こういうところで地べたで寝てたんですよ。地べたに布敷いて。ね。で、聞いてませんよ、全然。マリア様寝てるんじゃないですか。あ、目開いてるか。ね、これに驚きもしないっていう感じですね。 ヘンリー・オサワ・タナー、1898年。これもベッド狭いですね。シングルも行ってないですよね。はい。あ、ここなんか現れようとしてるんですかガブリエルが。それを今、何なんだろう、これって見てる感じですかもうこの頃はもう服装普通ですね。 はい。聖書に完全に従わなくなっちゃったんですかね。なんか史実主義でいこうみたいなあれが出てきたんですかね。モーリス・ドニー。1913年。もう完全に印象派入ってますね。はい。完全に印象派入ってますね。はい。服も青色だし。 青色のドレスかわいいですね。ガブリエルのピンクの羽もかわいいですね。なんかかわいい感じになってますね。はい、あ。どこ見てんですか誰見てんですかはい。ご鑑賞いただきありがとうございます。えー、この配信は以上となります。お楽しみいただけましたでしょうか お楽しみいただけたら幸いでございます。それではまた別の配信でお会いいたしましょう。さようなら。